合計、30種類のスタイルを、カットできるように、訓練をしていただきます。今の、サロンワークの中で最低限、基盤として基礎として30パターンのやっぱりデザインが、操れないとやっぱお客様がつかないんですね。その最低限の、基本的なデザインの、それを訓練していくというふうな内容です。10回コースというふうに分けてるんですけども、毎回毎回デザインのテーマがあるんですね。例えば、ボブ編、ボブっていうデザインの中でも、代表される今のニーズに一番多いデザインを3つ用意しています。それぞれ一見ボブなんだけども、構造が違ったりバランスが違ったりウエイトの位置が違ったりするんですけど、それをまず見極める。似たようなデザインでもパターンにはまらなく、さまざまな角度から、コントロールできるように、そのためにその3つのデザインを、カリキュラムの中に用意をして、やがて、ご自分自身で、このお客さんが持ってきた切り抜きは、これとこれとこれを組み合わせてカットしてるんだというふうに自分でコントロールできるようになっていく。この3つのスタイルのテクニックですねを説明していきます。まずこのデザインなんですけども、2セクションラインを耳上、つまり鉢植えの面積を広く、鉢下、ネープの面積を狭く、ブロッキングすることにより上からのウエイトをたくさん、オーバーラップさせることができます。ディスコネクションの幅を多めに取り、そのことによってワンセクションでカットするよりはコンパクトな、ネープのフォルムになります。2つ目のスタイルなんですが、G1G、 やはりディスコネクションさせることにより必要以上のウエイトが取れます。鉢下の部分はダウンステム気味な重ための G でコントロールしていきます。鉢植えに関してはスクエア気味にパネルを引き出しながら、ある程度重みを持たしながらも軽さを出します。ディスコネのズレ幅に関しては重ための中に軽さを与えるわけですから、ズレ幅を最小限に抑えながらフォルムコントロールしていきます。3つ目のスタイルなんですが、顔周りですね、前に関しては動きがあり、割とこうタイトな、レイヤーのベースです。でイヤーツヤーから後ろに関しては丸みとくびれがあるデザインですから、イヤーツヤーから前とイヤーツヤーから後ろの、デザインの変換が必要です。タイトにしたいがためにハイレイヤー気味にウエイトを取る顔周りと、イヤーツヤーからバックに関しては GL をうまく使いながら丸みを出す、それとオーバーセクションに関して対面積を大にし、ネープセクションを小にすることにより重みと軽さを操りやすくなります。鉢植えの部分のウエイトを多めにオーバーラップさせたいので、耳の高さの位置から横スライスでブロッキングします。で、落ち位置しっかり確認しながらネープは G でカットしていきます。オーバーダイレクションバック、少し後ろに引きながら、前方に長さが出るようにコントロールしていきます。スライスは、バーティカルから、徐々にダイアゴナルで、オーバーダイレクションを少し後ろ少し後ろというふうにかけて切っていきます。ディスコネの幅を、やや広めにコントロールしていきながら、若干重ための G でコントロールしていきます。徐々にダイアゴナルにコントロールしながら、オーバーダイレクション1つ1枚後ろ1枚後ろに
コントロールしながら、フォルムを確認してカットしていきます。自然に落ちる、位置ですよね。そこを確認しないと、エクスターナルが、非常に短くなりすぎたり、どうしてもミスが多くなってしまいますので、どの位置に自然に落ちるかということを確認しながら進んでいきます。ここのディスコネの部分なんですが、必要としているパートをこのようにブロッキングします。この部分をスライドカットしていきます。このモデルさんの場合、フェイスラインのところが非常にジャンプアップして、分かりやすくなってます。ですので少し若干それをカバーするために奥行きをつけます。毛流れを強調していきます。縦パネル、バーティカルで毛先の部分だけを L で、毛流れをつけるためにコントロールしていきます。毛先の部分をまずエンズセニングで、なじませます。耳後ろを、コンパクトに、見せることにより、非常に首が細く長く見えるようにコントロールしていきます。インナーレイヤーのテクニックを使っていきます。サイドに動きが出るようにラインセニングを入れていきます。で、両サイドから細かくラインセニングしていきます。こうやって横に流したときに非常にここにウエイトがたまりやすいです。ですので、毛先の部分だけを、インナーレイヤーを入れながら、動きと透け感を出します。